皆さんこんにちは、日本語教師のしゅんです。今日は今私の地元にいるんですけど、日本人の友達が、カフェを私の家の近くで始めたので、今日は友達のカフェに来てみました。見てください、ここです。すごいおしゃれなカフェですよね。今日はね、この友達のカフェに行って、まあちょっと久しぶりに会うので、8年ぶり10年ぶりに会うので、まあちょっとその話を聞いてみたいと思います。行きましょう。ここです。なんか小さくていいですよね、おしゃれ。なんかテイクアウトもできて、中でも食べれるみたいなので、ちょっと中に入りたいと思います。久しぶり。マジで久しぶりです。ね、久しぶりだね。何年ぶりかで、8年ぶり。すごいおしゃれだね。そんなとんでもない。うわー、マフィン美味しそう。結構安いよね、なんか値段の。そうですね、比較的にお手頃な価格で。ね、安いよね、はい、すごい。見てこれ、トースト、なんか美味しそうなトーストが、トーストもありますね。まあ今日はもうさっきちょっとご飯食べてきたので、今日は食べませんけど、美味しそう。また来たいですね。ぜひぜひお願いします。すごい美味しそうだね。ありがとうございます。そう、じゃあ今日はね、コーヒーを飲みたいです。おすすめはアメリカーノとカフェラテをおすすめしております。アメリカーノとカフェラテ。あ、これがアメリカーノね。そして、こちらがアメリカーノ。普通のコーヒーはアメリカーノと、これはカフェラテ。カフェラテですね。なるほど。じゃあ今日はコーヒーお願いします。コーヒーでありがとうございます。友達じゃないみたいじゃん。知り合いじゃないみたいだよ。すぐにご用意します。すごいね、このマシーンも全部新しいの。マシーンも全部、そうですね、新しくて、一応こちらの世界バリスタの世界大会の公式の世界大会、世界一のバリスタとかあると思うんですけど、世界一のバリスタ決める大会とかで使われてるような、まあ、競技用のマシンですね。競技用マシン。すごい、見たことないねこれ。なかなか。あ、ここでコーヒー豆を焙煎して、そうですね、コーヒー豆引くという、引くんだ。コーヒー豆を引いて、でここに粉に出す。そこに粉が出てくるのね。なるほど。すごい、なんかいろいろなコーヒーがあるね。あ、でも、なるほどね。いろんなコーヒー豆がありますので。すごいね、なんかでも豊川にこんな本格的なコーヒーのお店はないよね。そうだね、あんまり多分ここまで機材揃えてて品質の高いコーヒー豆を使ってるとかあんまりないよね。さっきさ、こっ来る時に探してて、でなんかうちの母親がさ、ここのなんか線路沿い、あそこの線路沿いをまっすぐ行ったらあるって言ってたからさ、まっすぐ行って、ちょっと前にもう一個カフェあるでしょ。あ、あるあるある。あそこ入ってなんか女の人が出てきて、あ、で俺聞いたら、野口くんいますかって聞いたら、うち女の人しか従業員いないんですけどみたいな。あれ、新しいカフェできたって聞いたんですけどみたいな。そしたらあそこ8年前にできたって言ってて、あ、たぶんでもあそこも最近だよね。一応最近なんかいろいろ変わってる、違う店になって、一応ずっとカフェやってるけど、そんな形で。わー、すごい。なるほどね。そっかそっか。でもそうだから分かんなかった、本当に。あ、なるほどね。確かにちょっと分かりづらい、看板がないから大きい。ああ、そうだよね。だからそう、でもその人が教えてくれた、多分あそこ、多分ここもうちょっと行ったところにあるけど、そこじゃないですかみたいな。その人とは知り合い？いや、絶対知り合いじゃないです。あ、知り合いじゃないんだ。絶対知り合いじゃない。なんかカフェ同士のつながりとかない？いや、カフェ同士のつながりはあそこはない。知り合いは結構豊川市内にいっぱいいるけど、その同業者市内いっぱいいるけど、あそこは知りながらちょっと知り合いではない。
なるほどね。あんまり行かないかな。でもすごいね。でもね、小さいけど、で僕結構お客さんでいっぱいになったりする。そうね、お客さんいっぱいの結構多い。ああ、そっか、テイクアウトの人もいるんだ。そうね、テイクアウトが今ちょっと、そうだね、そのテイクアウト増やしたいよね。テイクアウトは、あ、すごい。あ、これで、味見もできるんだね。そうそう、味見もできて。へえ、すごい。俺の街にこんなすごいこう、カフェができるとは。何、実際こちらが、うん、一応これ書いてあるオーナーが直接見に行った、僕が見に行った農園を。どこまで行ったの、これ。ルワンダのアフリカっていうところ。ルワンまで見に行ったの。ルワンダまで行って。そうなの、すごいね。え、これも。そうそう、これもで、ちょっとここから2回こうやって中南米の前だから、ちょっとまあここは行けてないんだけど、将来的にこちらも行く、また行けたらなって。ルワンダ、アフリカのルワンダまでコーヒー。そうそう、まあちょっとすごい分かりづらいけど、ここの。すごいね。ありがとうございます。かっこいいね。ありがとうございます。うん、ルワンダ、俺もまだ行ったことがないからね。そうなんだ。ちょっと分かりづらいけど、ここの後ろにコーヒー取ってるのは、うん、あ、これがのうち。そうそう、これはこれ。あ、そうなんだ。へえ、すごいね。ちょうどの自分で見に行った農園で、うん、どういった作り方してるかとかを見た。あ、ニカラグア行った。ニカラグアも美味しいコーヒーあるもんね。ニカラグアも今結構産地としては有名ですね。そっかそっか。スマトラのコーヒー俺好きだったんだけどな。ああ、そうだ、スマトラの、うん、美味しいよね、スマトラコーヒー。そうそう、結構今そうですね、まあ、ちょっとずつまた品種改良が行われてて、うん、そのハイブリッドっていう、ただ配合させていいコーヒーを今いっぱい作ってるところですね。スマトラで。そうそう、スマトラで。いつからそんなコーヒーに興味を持っちゃうの。23ぐらい。そのコーヒーと、うん、素晴らしいコーヒーを出会った結果。なるほど。うわ、すごい。これはアメリカのだね。エスプレッソをお湯で割ったので、これおすすめなやつ。おすすめですね、はい、すごい。そっか、美味しそうね。なるほど。ちょっと今から飲んでみます。はい、ではまあ小学校は一緒じゃなかったか。中学から。小学校の時俺知らなかったっけ。いや、小学校剣道。いや、サッカーでしたね。そうだ、サッカーで。そうだ、だからだ。一番最初だったのサッカーですね。そうだ、そう、小学校の時に同じサッカーのクラブで、そこで最初に出会いましたね。うん、何年前だじゃあ。もう何十年、二十何年前。そっか、分かりました。そう、まあそうね、小学生の時に会った時の友達が作ったこのカフェでコーヒーを飲みたいと思います。わあ、すごい。うまいわ。美味しい。美味しいね。すごい。なんか、なんて言ったらいいんだろうね。なんか ブラックコーヒーで美味しいのは本当に美味しいコーヒーだよね。そうですね。ブラックコーヒーで美味しいコーヒーは美味しいコーヒーですね。そうそう。なんかインスタントコーヒーも飲むけど、そう、インスタントコーヒー飲んで美味しいと思いませんからね。だから、本当に美味しいです。本当に美味しいです。うん。多分見てくれてる人は外国人の人が多くて、多分私の地元に、来ることはあるかな。ないかもしれないですけど、そうね、まあ、もしここは豊川という町にあります。そして、まあ、名前は YouTube の、リンクに書いておきます。もし日本に来て私の地元に来たら、ぜひここのコーヒーを飲んでみてください。本当に美味しいコーヒー。あとは、ね、食べ物もたくさんあるので、うん、多分ランチとか朝ごはんも大丈夫。もう朝ごはんはあります。モーニングはあります。そう、モーニングもあるから、そう、朝ごはんを食べに行くのもいいかもしれませんね、はい、美味しいです。すごいね。ありがとうございます。ニュージーランドで、クライストチャーチで、うん、行ったことある。クライストチャーチで行ったことある。クライストチャーチの、マーケットしてる。あ、はい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 。あそこの前に
日本人がやってるこんな感じのカフェがある、黄色いカップのね。そうめっちゃうまい、そこも、行ってみたいな、それは。そう、実はあの彼もニュージーランドにいた、ニュージーランドで短期留学を、まあ、8年前かな8年前にしてて、そう、あのだからクレンスチャージとかクイーンズタウンも知ってます。動画の中に映ってなかったけど、ずっとここにあります、ね、ここずっとここにいたんですね。言いました、言いました、はい、そうそうそう、はい、いや美味しかったです、はい、あのまた、多分またここで YouTube の編集をしたりポッドキャストの編集をしたり、はい、仕事ができるのでいいですね、はい、はい、じゃあ今日はあの地元の友達のカフェを紹介しました。でもすごい勉強になんかなりましたね。コーヒー好きなんで毎朝飲んでるんで、多分皆さんも毎朝コーヒー飲んでる人はたくさんいると思いますけど、いい勉強になりました。じゃあまた次の動画で会いましょう。またね。Thank you so much for watching. If you like this video, please hit the subscribe button.And leave the comment below. And there is a Reddit community about Japanese learning. So if you like this channel, I'll be so appreciated if you recommend my channel. And if you come here by any chance, drop here and have amazing coffee. じゃあまたね。バイバイ。